平日の午後に楽しさをプラス、杉浦直哉がお送りしています。キャッチ木曜日。さあ、この時間はアーティストをキャッチ、さまざまなアーティストの声が届くコーナーですが、今週はアイドルマスターサイド M の天童照役、担当されている声優アーティストの中村修吾さんご登場です。ね、稲妻ロックにもアイドルマスターサイド M として出演されてましたし、西川さんとのコラボもありましたけれどもね、どんな話が聞けるんでしょうか。それでは中村さん、よろしくお願いします。キャッチをお聞きの皆さん、パーソナリティの杉浦さん、こんにちは。今日のこの時間は中村修吾がお送りします。中村修吾のキャッチ。このコーナーでは、私がキャッチした話題や皆さんにキャッチしてほしい情報を紹介していきます。まずは私の自己紹介させてください。名前中村修吾と言います。声優とね、アーティストのこう2本の柱でやらせていただいておりますね。まあ、元は僕、沖縄から東京に上京してきたんですけど、まあ沖縄でこうやることなくてですね、なんかやりたいな、でも何があるかな、音楽が楽しいなみたいな感じで、なんとなく東京に出てきて音楽の専門学校に行ったんですけど、まあ、全然そこでは咲くことなく、こう、のらりくらり生活してね、まあでも自分のもやもやした気持ちが、こう吐き出せぬまま日々が過ぎていったんですけど、そんな中出会ったのがね、お芝居でして、そこで、こう、声優というね、声だけのお芝居っていうのもあるんだっていうのに気づいてから、こう、声優に26歳の時になりまして、で、そこからもう、時が経って、まあ、30歳ぐらいの時かな、に、こう、アーティストデビューさせてもらったっていう経緯があります。今はね、どっちもやらせてもらえてとても幸せなので、ぜひぜひ、どっちの活動も見ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい。そんな中村修吾ですが、今回は私の一押しについて話していきたいと思います。あ、一押しね。まあ、一押しはですね、ブルーロックっていう漫画、皆さんご存知ですか？はい。ブルーロックっていうサッカー漫画があるんですけど、まあ、そのサッカー漫画がすごく特殊で普通の内容とは違うんですよ。まずね、ストライカーを育成するこう施設みたいな感じなんですよ、ブルーロックっていうのは。だからみんな自分が点を取りたいっていう人たちのだけの集まりの中で、どうこう自分が勝ち抜いていくかっていう、すごくね、なんだろう、刺激的なサッカー漫画なんですけど、非常にいいんですよね、それがね。本気でやり合うからこそ、友情が生まれたりとか、で、その中で、こう、相手の、こう、力を使って自分をさらに、この、相乗効果で高めて、自分の武器に変えていくみたいな描写があったりして、めちゃくちゃね、心が震えるね、描写がたくさんある漫画だな、っていうのが特徴でございますので、ぜひぜひね、そちらの方もね、見ていただきたいなと思います。え？そんなブルーロックは今年からアニメ化してると。へえ、そんなアニメのエンディング曲を中村修吾が歌ってると。へえ、すごいですね。中村修吾のウィナーという曲らしいですよ、皆さん。いやいやいや、これ聞いていただきたいな。で、皆さんにせっかくなんでちょっと聞いていただきますか。はい、ではここで一曲お送りしましょう。中村修吾でウィナー。この曲は11月16日にリリースされました最新シングルですね。この曲はですね、先ほどもちょろっと話しましたが、ブルーロックというアニメのね、エンディング主題歌になっていて、すごくチルなサウンドの中に、こう、尖った歌詞が載ってるのが印象的な楽曲ですね。僕もね、ブルーロックというアニメ、ガガマル銀の声として、役者としても出ていますので、ぜひぜひ、そちら、アニメも曲も合わせて楽しんでいただけたらなぁと思います。そしてウィナー発売記念オンラインサイン会を開催決定しております。詳しくは中村修吾ホームページをチェックしてください。さてさて、お送りしてきた中村修吾のキャッチ、お別れのお時間となりました。いや、あっという間ですね。本当、滋賀の方もね、実は僕思い出があってですね、今年の稲妻ロックフェス出演させていただいたんですよ。僕、中村修吾としてじゃなくて、アイドルマスターサイド M っていうね、コンテンツがあってですね、アイドルマスターサイド M として出演させていただいて、それだけじゃなくて、僕、最後まで、
残ってですね、アンコールの方でもね、出演させていただいたっていう経験があったので、もうめちゃくちゃね、嬉しいですよ。うん。だから、ぜひぜひね、今度、スタジオの方にもね、遊びに行かせてください。宣伝、差しに行かせてください。はい。稲妻ロックフェスもまた出たいな。西川さん、本当にお願いします。これを西川さんにこの音声を届けてください。中村修吾としてもね、出演させていただきたいなと思いますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、この後も、キャッチとともに素敵な時間をお過ごしください。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転でお車の運転お願いいたします。またいつかお会いしましょう。このお時間のお相手は中村修吾でした。バイバーイ。中村修吾さんありがとうございました。もちろん稲妻ロックフェス僕も見ておりましたよ。ね、アイドルマスターサイド M のステージも、ね、めちゃくちゃ豪華な感じでしたし、西川さんとのコラボはもうすごかった。鳥肌立った。ねえ、ぜひそんな話もしに、そして宣伝しにこれ大切なところなんで、宣伝しにスタジオにもね、遊びに来ていただきたいと思います。お待ちしております。ということで、アーティストキャッチ、今週は声優アーティスト中村修吾さんにご登場いただきました。